七尾市の中島小学校です。こちらの小学校も避難所となっていて、およそ240人が避難しています。30分ほど前からこのエリアが停電していて、玄関も薄暗くなっていましたが、先ほど復旧し再び明かりがつきました。こちらの玄関ではですね、仮設のトイレが設置されたり、飲み水や食べ物などが避難した人たちに配られています。またたくさんのおむつなどもですね、こちらの玄関先に置かれています。こうした物資はですね、校舎内の廊下にも自由に持っていけるように置かれていました。奥の下駄箱には除菌のスプレーや靴の汚れを落とすタオルが設置されていて、感染対策が行われています。食べ物は朝と夜が地元のシェフによる炊き出しが行われています。また今日から昼に自衛隊の炊き出しが始まりました。おとといには自衛隊の入浴支援が行われているということです。七尾市の公立小中学校では今日始業式の予定でしたが、地震の影響で今週は休校になっていて、再開は状況を見て判断するということです。こちらの避難所を運営するスタッフは、生活用水が今一番困っていると話していました。避難所によってそれぞれ事情は違いますが、こちらでは飲み水はですね、給水車の巡回や支援物資で賄えているものの、トイレを流したりする水が不足しているということです。こうした状況を受け、今日ボランティアの方がプールに溜まった水をトイレに利用するためのポンプなどを設置しました。またこちらの校舎の2階には小さな子を持つ保護者たちの部屋があります。先ほどこの小学校に通う小学1年生の男の子に話を聞きました。その子は新学期が始まったら友達と遊びたいと答えてくれました。同じくらいの年齢の子どもたちが同じ場所に集まっていることで、保護者が一時帰宅する際は別の親が見るなど、お互い協力をしているということです。保護者の一人は、協力して子どもたちを見守ることができるのは心強いと話していました。